これはもうディズニーのシルクのハンカチではなくて普通のハンカチでございます。私の私物ですからね、使うですね、怪しいところとか何もあります。何もないハンカチの中からちょっとおまじない書いてあります。それなぜかですね、なんとトランプが現れますね。なんかティシナみたいですね。なんかこのトランプにハッとおまじないかけて大きくなってしまいまして、さらにハッとやると分裂して2つになってしまうというね、なんかちょっとかっこいいマジックでございますね。盛り上げ仰天トランプという商品を今ご紹介しましたけれども、こういう基本ではこういうものが大きくなってさらに分裂するということができるという道具ですね。これ本来は大きくなったところで終わりだというものが普通だったのを、分裂するところまで一体化して内蔵化されるように仕掛けで作ったというですね、そういうところが今回特徴ですのですね。なんかつまり本来はカードマニピュレーションというテクニックのマジックの中で使ってたような道具だったんですが、その他でもちょっとしたパーティーとかでできるように、こういうハンカチから最初出せるようなやり方を含めて解説してありますので、これですと、そんな本格的な場所やなくても手軽に楽しめる手品ということになると思います。